どうも世界100億人の家族の中のファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。10月22日の朝です。はい、はい、今日はね、福島でここで特にしたいなっていうところがね、うん、昨日2人でちょっと4万発ちょいぐらいね、そうなんだね、できたんで、これからだいぶ有利に似てるんでね、うん、そこで、しかもそこは今日特定日です。うん、はい、楽しみ。はい、うん、なんで朝並んで、うん、はい、昨日は寝台も入ったみたいなので、うんうん、まあ、まずはね、寝台をチェックして、うんうん、はい、できれば、まあ、窓マギ以外の寝台を打っていきたい。なんでだよ、なんでだよ、窓マギ打とうよ。もう今世間が求めてるから、窓マギ情報。求めてます、窓マギなんて。求めてる。もうなんて、なんでじゃないよ、なんでじゃないよ。窓マギ。あ、そうですか、うん、はい。ファンにはもう本当好きな台ですからね。そうですか。はい。うん、どうしたの、まあまあ、見て。決めたいと思いますんでね、はい、はい、ね、公正なジャッジをいただかないと。はい、じゃあ今日の目標お願いします。あ、今日の目標、はい、今日の目標は窓かマギかを打つ。はい、じゃあ叶わないってことです。はい、行ってきます。行きます。どうも、こんばんは。こんばんは。はい、はい、今日の結果報告なんですが、はい、今日ね、僕旅打ち出て、まあ、都内で打っててはあるんですけど、うん、ね、旅打ち出て地方で打ってて、こんなにパチンコ屋にいっぱいになるんだっていうのは、うん、初めての経験、うん、いや、何だかするね。おごいおごい。いやだ。あくびれちゃった。そんな退屈かよ、この話。タイミングが悪かった。なんか眠くて。いやいやいや。ちょっと疲れちゃう。集中してくださいよ。君はね、君はさ、パチンコ打ってる時に、昼寝したけどね。確かにね。昼寝したからいいけど。確かに今日そうそう、30分ちょっと昼寝させてくださいっつって。でしょ ?30 分して、40分帰ってこなかったから、ね。まあ、それはいいんだけど。パチンコ屋にクライミングシートがあってね。そうそうそう、マッサージして、ちょっとその仮眠取ってっていうのをちょっと、50分ぐらいさせていただきまして。はい、それでも気分にフレッシュで打てたと。めちゃくちゃ疲れ取れましたわーって帰ってきて。もうよかったなって思って。でも僕が真面目にやってたら、ちょっとなんか疲れちゃったっていう、まあ、そんな。そうですね。はい、なんですか、そんな話じゃないんですよ。そうだよ、ごめん、ごめん、それごめん。めちゃくちゃ満席だったよっていう話してるんですよ。あ、そう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 、うん、ね、本当にいっぱいだったね、うん、びっくりするぐらいいっぱいだったね。本当台取れないかったですもんね。うん、ほぼ全ての台、うん、うん、稼働率 100% に近いんじゃないかなっていう感じでしたよね。うん、100% だったんじゃない、むしろ、うん、マジで見に行った時どこも空いてなかったじゃん。まあ、うん、ガロとかはちょっと空いてましたけど、あ、ライスだ、若干、うん、うん、まあ、ほぼ100ですね。すごいな。前日からね、やっぱ並んでる人がいるし、うん、うん、で、まあ、県外のね、うん、ナンバープレートも結構クルーバーのね、あったりとかあったあったして、うん、すごいっすね。すごいね、本当にね、うん、あれ、何人いたよ、並び、朝ざっくり200、300かないか、200個、うん、どれを置いたいと思うね。そうですね、うん、うん、そう思ったよ、うん、驚きでした。ですね、うん、で、まあ本当に空いてる台を打っていってって感じなんですけど、今日何打ったか覚えてますか？覚えてないと思ってるだろう。覚えてないと思ってます。覚えてないよ多分。でも覚えてる範囲で言うと、はい、朝まず一発目太鼓打ちました、うんうんうん、で太鼓太鼓行った後に、うん、俺しまんねえやつって、はいはい、じゃあ持つべえやつって、うん、太鼓ちょっとプラスになったんですけどね、言うても3000発ぐらい。まあね、まあでも20回転しなかったでしょ。21ぐらいですかね、僕は。あ、本当？はい、ギリだったのか。じゃあ、うん、あんましたかったな。まあそれやって、うん、太鼓の後行ったのはもう出てこない、シャアです。シャアまだですよね。あれ、まだか。うん、シャアの前か。2個飛ばしてますよ、マジで。マジで。え、待って待って、太鼓でしょ、太鼓打ちまし、うん、まあ、今日打ったのは太鼓、うん、逆シャア、うん、ホットエイト、うん、マクロス、はい、
ともう一個あったっけ。ラクロス。え、僕と言ったし、海とかじゃないでしょ。相当やばいですこの人。いや本当ね、記憶力弱いから。いや僕も悪いですよ本当に。もうえ、なんだっけ、なんだったっけな。ホットエイトの前が、ホットエイトの前が仕置き人ですね。仕置き人。そうそう。これだ。そうです。この5機種だ。そうですね。はい、仕置き人で、まあ一回僕単発当てたんですけど、うん、はい。まあ回らずで、うん、帰ろう僕はと言って外出たら、うん、めちゃくちゃ降ってて、そう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 、出たくねえって言って、うん、なんか歌っつってさ完全に負けるパターンですけど、そんな格好、ね、そんなことするってウィちゃん使っていいのは、はい、そうだ、それで雨やべえつって帰ってきて言ったのがマクロス、マクロス、そうですね、うん、全然まあねえの、まあ普通ぐらい、まあ設定付きなんでね、設定入ってるかもしれないですけど、うん、まあね、うん、よくわかんない演出来て、おお、俺当たるのかと思ったら当たんなくて、そうですね、うん、で逆襲の射撃って、うん、北斗エイトの2台、うんうん、レッジホリ残ってますよっつって見つけて、2台とも撃って、うん、払ってね、うん、はい、で消化してる間に僕の隣の台があの電サポ抜けた瞬間にやめて、うん、西村さんちょっと電池保持全部残ってるんでこっち行ってくださいっ て, そう言って、おう、なんだよ、なんか移動すんないっぱいと思って、うん、で西村さんに打ってもらったらその残った電池保留で、うん、当たったっていうね、そう、うん、あれは嬉しかったね、うん、当たったよと思って電池ヒットしたよ、うん、ですね、うん、まあ、得しましたからね、はい、うん、で結果は、まあ、やっと結果いくらだったか戻ってくるんですけど、はい、買い替えしたっけ、うん、3万6000ちょいぐらいですね、何がしたっていうね、3万6503円、はい、はい、今日もプラス、はい、嬉しい、嬉しいよ、とても嬉しいね、いや、よかった、プラス続くとちょっと気分違うな、やっぱり、いや、ほんとそうですね、うん、最高の気分だよ、うん、まあ、今日途中負けて帰ろうと思ってましたもんね、まあ、うん、まあ、人多すぎてそこまでいい台も見つからなかったしっていう感じで、うん、まあ、最終的に言った北斗糸は僕は29ぐらいあったので、うん、すごいよな、俺27ぐらいだったから、うん、もうそれでも待ってるよね、うんうん、出玉決にもまあ減ってはいるけど、そこまで、まあ、減るって減りはしないですけど、減るわけないですけど、で、でも傷もあるんちゃうんですけど、うん、そこまで昨日ほどはなかったなっていう感じで、うん、言ってましたね。いいぐらいだったですね。ああ、よかった。はい、あれ、連日打てたらいいな、あの釘調整で。いや、本当ですね。楽しみだな。ちょっとまあサイプレードできてるんで、でもあとはガンガン行こうぜ、うん、あ。もう回していけば多分。プラスになっていくと思うんでね、うん、うん、ここでがっつりいきたいね、うん、今日はちょっと僕がもうなんだ全回転もうずっと見たいって言ってた僕の2つのうちの1つかなりしたね、全回転と、うん、あと通常時バトル張って見たいってずっと言ってたので、はい、まあ、そっちはまだ見えてないですけど、はい、うん、通常時バトル張ってしたら確か 55% ぐらいの信頼度で、うん、当たればラッシュ突入確定、そうなんだ、でもなんか 55% なんだね、むしろもっと高いのかと思ったよ、ああ、まあなかなか発展してないですもんね、そうそうそう、全然見ないから僕も発展したかもしれないですけど、うん、うんうんうん、そうなのか、はい、そんな感じです、はい、で今日の僕の目標、はい、まあ全然興味なくて忘れてはい、まあね、5機種の中に、はい、名前出てきてないから打ててないんですけど、はい、マドカマギか、あ、はい、台はあったんですけど、はい、打てなかったんですね、もう手に取れなかったですね、ね、うん、胃の一番に埋まってたね、あの感じね、うんうん、なんか若い男と女がね、うん、あのなんかこうやってこうやってすごいなんか生意気そうに座りながらこうやって打ってたんですけど、球、うんうん、出てなくて、いや邪魔だなと思って見てました、僕性格悪いですね、いやね、冗談ですよ、いや冗談じゃないですよ、俺が座りたかったのじゃあ早く並べって感じですよね、そうだなおっしゃる通りです、はい、わがままなんで僕は
あれ、あのまだ発表してなかったですね、確か。福島28日の、ね、ファンの方は気にしてるんでね。もうそうね、はいはい。福島28日までしか一応ホテル取ってなかったんですけど。はいはいはい。はい、まあ、状況がいいなと思い、まあ、来たことではないですけど、状況がいいなと思い、多分栃木よりいいんじゃないかなというふうに思うので、今日延長しましたね。うん。延長です。約10日間ぐらい延長しました。はい。福島います。ですね。はい、7日 ?8 日ぐらいまでだったか。あ、7日かな。そうですね。うん、はい。です。まだね、福島にいるんだよ。うん。はい。まだカラコちゃんにね、会いに来てる人いないから。いや、言わなくていいでしょ、そカラコちゃんはね。おかしいですね。みんな気使ってんのかな。そう、これ見て、このシャツ。これ今日もこれで歩いてたから、ホールの中。そうそうそう、ずーっとこれアピールして歩いてるんですよ、そう、そう、見かけたら話しかけてくださいねって書いてある。話しかけてこない。セリアさんばっかりだからな。ね、100人、100人もいたらね、みんな声かけてもいいやん。そうなんですけどね。日本人はシャイにダメだな。そう、まあね、ちょうど、もうちょっといますからね。はい、この機会に話しかけてください。はい。はい、まあ、ちょっとまあもうできたので、もう、おそらくつけることはないでしょう。ないね。今日の店で5万発でちょたまあります、うんうん。もう一つの店でちょたまが、そっちもの X 5万発ぐらいありますよね。あったっけそんな。4とかじゃない、うん、あ、まあ、うん、ちょっとうろ覚えだけど。うん。うん、はい。あげちゃう、あげちゃう、あげちゃうって見てる方に、ね、あの、ヒカルさんみたいな還元しよう西村さんどうじゃ、ちなみにね、あの、もっとチャンネル登録者数がね、100万とかいった時にね、あ、はい、いい、ね、そういうのは行った時じゃないですよ。もうやりたいんだったらすぐやんないと。まあ、俺はそんなにやりたくない。はい。まあまあ、それは冗談ですけども。すいません。はい。そんなところですかね。はい、そのところです。はい。じゃあまた明日も。見てくれるかな？はい。いいと思う。もう。はい、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね。